はいどうも、居酒屋を回ってるおじさんです。何それ。いやいや、この前ねシティマラソンに出たら給水所のボランティアの多分女子高生2人組が、あ、居酒屋回ってるおじさんですよねって頑張ってくださいって言われて、その時の映像がこちらです。そうですよ。ね、ということで、今日は、前回文字で告知してた通り大卒ルーキーを迎えてワンコそばバトルをお送りしたいと思います。早速3人をお呼びしましょう。どうぞよろしくお願いします。お願いします。まあ一度出てる、はい、寿司君から。はい、はい、そうそうそう。まあじゃあ自己紹介を。36番の松原幸喜です。22番の佐藤です。20番の下上翔太です。はい、 S 下上の S。本当にプレゼントで。おー、本当に。そうです。おー、すごいじゃん。俺も下山だから。ありがとうございます。今日はわんこそばバトルということで、はい、本来だったら大卒ルーキーだから来てすぐぐらいにいらっしゃいませ的なねおもてなしでやるべきなんだけど、そんな余裕もなく急にこのタイミングで。そして素敵な応援団に応援されながらこの番組は続けてまいりますということで、じゃあ早速中に入っていきましょう、はいはい。というわけで、あずまやコンテンツにお邪魔しております。目の前に、ね、これ、梅雨捨てるボケなんだけど、早速やりたいなって感じでしょう。そうです。まだ早いんで、それだけ見せても確かにえってなるよね。ただ食ってるだけになるから。ではですね、皆さんの手元にスケッチブックとペンがありますから、まあ、質問をいろいろしてそれに耐えて答えていただいてっていうのをちょこちょこやっていくかと思います。まあ岩手の印象とか、ね、とりあえず無難なとこからいこうか。岩手の印象を一言で。一言、はい、おっ、下上左利き。そうです。サネとも2000年生まれなんだね。そういうこと。そうです。2000年、ミレニア、びっくりしちゃった。2000年、そういうことだよね。年齢わかりやすいよね。2001年だと1歳はい。で今23、まだなってない。23になりました。なった、はい、さあ、あ、遅いな、まさかコピー。わかりました。はい、じゃあ一斉に上げてください。3、はい、ドン。一斉にって別に答えとかねえからさあ、じゃあこちらからご飯がめっちゃ美味しいです。ご飯がうまい。はい、ちなみにどれ的な。焼肉、冷麺、うん、で刺身とかそっち系も魚も美味しい。好き嫌いない。好き嫌いないです。ああ、いいね。じゃあもう天国。はい、じゃあちょうどいい。ちょうどいい、はい、なんか何事にもなんか自然がいっぱいあるし都会でもそういうのあるんで、まあ本当大都会、高都会してない、うん、ちょうど過ごしやすいっていうしました。規模感が、はい、ちょうどいい。そして雲が綺麗。雲が綺麗。いや、これ結構3人でよくドライブとかするんですけど、うん、この前も8万行ったんですけど、その時にめちゃくちゃ雲が迫力あって綺麗で、けどいつも下上と岩手雲綺麗だねあんまり、いや岩手って雲綺麗ですよねって言われたことない。初めて言われたはい、じゃあ続いての質問に、まあサッカー選手なんで国も気にせずチームも気にせず尊敬するサッカー選手、もしくは目指したいサッカー選手みたいな、理想、自分の理想とするようなサッカー選手。全員国内がいない感じが叩いてください。じゃあ出してみようかなはい、オール外国人です
まあね、こう多分サッカー知らない人でも知ってる名前というか、どんなところが、まあ、まあパスもできて、でな、まあ、中盤の選手なんですけど、なんて言ったってあの自分で前に持ち運ぶ能力がすごく高い選手で、まあ、そこは僕自身もっとなんですかね、お手本にしてやっていけたら攻撃の面で違いを作り出すことができるんじゃないかなと、まあ、僕の今の目標の選手です。はい、まあ、ハーランドなんですけど、まず同い年っていうことで、同い年でなおかつ今この間のバロンドールの手前まで持ってますし、その中でも得点王とかもありますし、自分もフォワードなのでそういった部分はやっぱり尊敬する部分であるので、それプラスアルファやっぱりそういった選手にならないかなっていうふうに見て、ハーランドにしました。なんかいいね、同い年でちょっと目標がいるみたいなので、こう熱くなるよね。メッシなんですけど、ポジションとかは全然違くて、プレースタイルも違うんですけど、人間性がいいな。やっぱアルゼンチン代表でもワールドカップ優勝した時になんかメッシのために走るみたいな、そういう尊敬される人間になりたいな。あ、そういうことね。そういう意味でこっちにしました。慣れてきた。まだ。まだっす。全然まだっす。まあまだね。まだっす。1年目だからな。はい。ちょっとね、真面目な会話が続いたんで、はい、じゃあここだけの話、まあ3人の中の話なんだけど、こいつのこういうとこちょっと言っちゃおうかなって、後で揉めても知らないよ。こいつのこいつのこういうところ一人ずつですか？誰かでいいよ。誰かでいい。誰かこう狙い撃ちしていいよ。後で揉めても知らないよ。あのギリギリ言っていいとこだよ。言っていいやつ。見てくれてる人はこういうのが面白い。溶けた。いいっすか。どうぞ。ミュウ、めっちゃナルシストっす。ナルシスト。はい。うん、自分のこと大好きっす。はいはい。否定はできないです。例えば。まあ。自分大好きで、うん、まあなんか車とかあったらもうすぐ自分のこと見て、あ、映る自分を見てるとか、はい、まあイケメン枠だからね。そうです、基本ね、イケメン枠だから。ありがとうございます。はい、ミユがゴミを人の車に忘れる。なんか結構綺麗好きで、うん、もういつもなんかお前ゴミ絶対置いてくんだよみたいな。まあ、僕も何回か車にコーヒーのゴミ置いて怒られたんですけど、昨日普通に僕の車にカフェオレのゴミ置いてきました。多分あれだよね、自分のテリトリーが綺麗だったらいいタイプなんじゃない。そうです。あ、そうです。その辺もナルシスト側だよ。さあ、一人攻めに合ってます。はい、下髪は部屋が汚いです。あれ部屋って全員一人一部屋、はい、でも、はい、寮で、はい、いやでもみんなからは落ち着くって言われます。いやいや、多少汚い方がなんかちょっと居心地がいい。多少ではないやばいな。あとでちょっと写真証明して、やばい。多少すまいすぎ。多少だったら大丈夫だよ。はい、あとで写真撮ってもらって。今この辺出てるから。さあ、第2部ということで、まあ、こっちが本ちゃんって言えば本ちゃんです。ワンコそばバトルを、おじさんたちは何も知りませんけども、そして、あの、解説に、東谷社長の馬場さんに。こんにちは、よろしくお願いします。さあ、馬場さん、いよいよ、いよいよ一大決戦をやったことがないっていう。やったことない。初だよね。初めてです。だから、本当であれば、あのフルで、あの蓋閉めて終わりみたいにすべきなんだけど、まあ、ちょっと戦いを見せようかな。だから、短尺で一気にいくパターンのやつなので、お願いします。お願いします。はい。
スペシャル92の皆さんがですね、はい、1人に1人つきます。これあの競技だから1人に1人つく。そう、これマッツーマンはなかなかうちではないんですけど、本当ですか。通常は1テーブルに対して1人がつくから、お客さん4人に対しても1人だったりするし、こういう形で時間制限があるので、もうなるべくいっぱい食べてもらいたいから、今日は特別マンツーマンです。ありがとうございます。さあ、これどうする、はい、時間どうする、馬場さん。そうですね、通常はね、いつもそのこの大会は2分間あの、勇者の試合前に滝田社長とか、その対戦チームの社長とか、サポーター対決とかやったりするんですけど、その時は2分でやってるんですよ。でも今日初めてだし、アスリートだし、おそばもたくさん用意しちゃったんで、ちょっと地獄の5分にしようかなと思う。5分きついぞ絶対。マジで。あね、めちゃくちゃきついと思う。本当ですか。きつい、絶対きつい。容赦ないからね。こんな優しそうな顔してて、もうマスク取ったら本当鬼だから。失礼しました。ペース配分考えないとすごい止まっちゃう。よろしいですか。よー、スタート。はい、始まった。はい、じゃんじゃん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 。みんな2列目いってるよ。はいよ。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。いい。はいよ。はい、どうぞ。ちょっと、1分経過します。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。はい、頑張って。おそばを取りに行く。なるほどね。じゃんじゃん。このお椀の音と。はい、どうぞ。いい。いい服もすごいね。うん。ぶっ飛ばしてる。いつものピッチが。お待たせしました。佐藤ビールは熱い男だ。じゃんじゃん。おい、やばくる。いいよ。やばくる。
いや、すごい。
そこは今よりもっとこだわってやっていきたいと思います。いやけどね、楽しみだね、本当にみんなのプレーを見るのが楽しいです、おじさんは父さんみたいな年だからね、マジで。さっきずっとそっちで見てたよ、おじさんが若い子を可愛がってる、めちゃめちゃ面白くて、あ、この図式がまあ、そのつもりでやってる。さあ、というわけで今回は、大卒ルーキーのワンコソババトルをお送りしました。最後、何か言わなきゃいけないことあるよ。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録お願いします。下に何も出してないかもしれない長すぎる。ありがとうございました。じゃあ、まあ、今度は MVP で会いましょう。以上です。ありがとうございました。